こんにちは、モノラスです。今回は RTX3070 が発売間近になってきたので、買い時やコストパフォーマンス、性能について解説していきます。コメント欄でも3070は買いですかという質問が多かったですが、結論から言うと買いです。買ってください。70シリーズは性能的に中の上か上の下くらいに位置していて、最も人気がある型番の一つです。気になっている方は多いんじゃないでしょうか。質問やわからないところがある方はチャンネル登録、グッドボタン5にコメントいただけると、プロの専門家スタッフが対応するので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今回はこのあたりの3090、3080、2080Ti と比較しながら3070に迫っていきます。それでは軽く見ていきましょう。3070は前世代の2070から CUDA コア、Tensor コア、RT コアなどそれぞれで強化されていて、特にメインの CUDA コア数は2070スーパーあたりと比較しても2倍以上の個数になっています。2080Ti よりも高性能であることがアピールされていて、日本での販売価格は8万円前後。10月の29日から販売開始になって、実際に売り出されるのは夜の10時からになります。個数自体は3080や3090の時と比較すると豊富に入ってきているので、普通にお店で買える可能性は高いでしょう。また最近だと3070の影響で 2080Ti が値崩れしていて、購入したばかりの状態がいいモデルでも7万円台前半から中盤くらいの価格で購入することができます。パフォーマンスの比較表ではレートレをオンにして、インテルの Core i9-1900K を使って比較されていて、2070あたりと性能を比較すると2倍とまではいきませんが、数十パーセントパフォーマンスが上がっていることがわかります。続いて DLSS の性能ですが、フォートナイトで試したところ、解像度が大きくなってくれば大きくなってくるほど FPS の上がり方が大きくなっていて、フォートナイトで3080や3090で DLSS 性能を試したところ、数十 FPS ほど高くなるシーンも多かったです。すでに FPS 系のゲームでは実用段階に来ていて、今後も強化されていくでしょう。レイトレの方の性能は実用段階に入るまでまだ少々時間がかかるかなといった印象。光の反射や透過、屈折などは CG のレンダリングでも書き出しにまだ時間がかかるようなところで、それを瞬時にゲーム内で行う場合は GPU にかかる負荷が大きすぎて FPS の数値が出にくくなります。フォートナイトではかなり落ちましたね。仕様のところですが、このあたりを3080、3090を踏まえて比較すると、このような性能差になります。CUDA コア数で見ると3070が5900ほど、3080が8700ほど、3090が1500ほど。3070の CUDA コア数は3090の半分くらいですね。ベースクロックやブーストクロックは3080や3090に比べると高い数値に設定されています。搭載されるメモリの量は 8GB の GDDR6 になっていて、3080の 10GB や3090の 24GB よりも少なくなっています。3090あたりと比較すると3分の1ですからね。このあたりは CG ソフトやプレミアなどの動画編集ソフトなどでプレビュー画面に負荷がかかるときや、メモリーの消費量が大きいゲームをプレイするときなどに注意が必要。メモリーの容量が気になる方は 2080Ti が 11GB なので、そちらを買うのもいいでしょう。 NV リンクは 2080Ti だと使用できたんですが、3080や3070では使用できなくなっています。3090のみ対応してますね。解像度周りは3070も 8K に対応しているようで、3080や3090と同じですね。
最大4画面での出力が可能です。サイズは3080や3090と比較するとだいぶ小さくなっていて、リファレンスモデルで 242mm、 3080の 285mm や3090の 313mm と比較すると小さくなっています。オリファンモデルに関しては3080と3090の大きさはほとんど変わりません。そこに対して3070から小さなサイズになるので、コンパクトな PC を作りたい場合などにおすすめ。過去に発売されている GPU で3070のサイズ感に近いものは、左から2番目の RX570 が同じくらいの大きさです。一番右が3090、その左が3080なので参考にしてください。厚みも2スロットなので、リファレンスモデルではあまり変わらないかもしれませんが、オリファンモデルで比較するとよりコンパクトになっているでしょう。厚みの部分はまだ謎ですが、おそらくこのようなサイズ感になります。3070の厚みに相当するのが2スロット分消費する左3枚の GPU で、一番右が3090、その隣が3080です。こちらは設置してみたところ3スロット分潰れました。このあたりも3070や3080のサイズ感で悩んでいる方は参考にしてください。消費電力ですが、3070は 220W と3080の 320W、 3090の 350W と比較すると一番小さくなっています。3070は 2080Ti の 250W よりもさらに 30W ほど小さくなっていて、補助電源も16ピンから8ピンになっているので、このあたりの数値から Watt パフォーマンスが向上していることがわかります。3070の推奨されている電源は 650W なので、3080や3090の 750W よりもさらに省電力です。細かい構造の設計なんですが、リファレンスモデルでは片側に2つのファンがついていて、裏側に貫通して吹き抜けるようになっています。もう片方はスロット側に流れていく形ですね。写真のものは下が3080で上が 2080Ti ですが、3000番台の空気の流れが貫通して吹き抜けていく形はオリファンモデルにも反映されています。上の 2080Ti だと背面が全て覆われてるんですよね。こちらの補助電源の部分はオリファンモデルだと8ピンになるでしょう。続いて3070の買い時なんですが、動画の中でサイズの比較などに使っている GB のゲーミングシリーズを例に解説すると、前のシリーズで3070に相当するのが2070や2070スーパーです。これらの発売直後の値動きを見てみると、3070と同じ価格設定なんですが、発売当初がだいたい8万8000円ほど、そこから3ヶ月後の1月にかけて価格が大きく下がっていることがわかります。狙い目はこのあたりですね。3070も似たような値動きになる可能性が高いでしょう。そこから現在にかけて同じような値動きをしているので、これ以上は下がらないラインがこのあたりです。ただ発売された当初は競合と呼べる GPU は一切なくて、 NVIDIA の独り勝ち状態でした。2019年の7月に AMD の 5700XT が登場して、2070を脅かすような性能だったので、急遽こちらの2070スーパーが投入されました。これが2019年の7月くらいなんですが、発売された当初の価格は競合している状態だったので、その当時の2070の値段と同じような値段で発売されています。初期の2070のように高い値段で発売されたわけではなかったんですよね。つまり3070の後に控えている AMD の新型の GPU が3070と競合するような性能だった場合は、値段がより早く安くなるでしょう。3070のオリファンモデルの情報も徐々に出てきていて、ざっとまとめた程度ですが参考にしてください。
日本で販売されないメーカーのものも含めると種類は多くなってくるでしょう。3070をまとめるとこんな感じ。3070はコストパフォーマンスが高く、 2080Ti よりも高性能です。またワットパフォーマンスの方も向上しています。メモリーが 8GB なので、メモリーの少なさが気になる場合は 11GB 積んでいる 2080Ti の中古もいい選択肢でしょう。3070を買いかどうか聞かれると間違いなく買いです。買い時は動画のところで解説していますが、3ヶ月ほど様子を見ておくのが無難でしょう。どの程度価格が変動してくるかは、この後に控えている AMD の新型 GPU 次第です。今回3070について解説しましたが、わからないところや質問がある方はチャンネル登録、グッドボタン5にコメントいただけるとプロの専門家スタッフが対応するので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。